こんにちは。ギブコス5月6月公式アンバサダーのカトレアです。カトレアのケイタンと大きな尻尾がチャームポイント、無邪気なキュービのお狐様、マレシャラと書いてキサラと申します。カトレアのティータンと YouTube で配信していますトスタポンテと申します。カトレアの R 担当、バーチャル探偵の橘蓮です。カトレアの A 担当、ゲーム大好きな音楽系 VTuber のあゆ笑顔です。今回は四ツ谷駅から四ツ谷ベースまでの道案内とスタジオに着いてからの流れを説明していきます。四ツ谷ベースの最寄りは JR 東日本、東京メトロ丸の内線または南北線の四ツ谷駅より徒歩7分です。駅を出たら四ツ谷三丁目方面の大きな道路に沿ってまっすぐ進んでいきます。ケンタッキーを見つけることができれば便利ですよ。道の途中には東新と書かれた東京東信用金庫や京阪ホテルなどがあります。交差点を越えて過去ビルと記載されているこちらのビルがギブコス四ツ谷ベースボックスです。もし迷ってしまったりわからなくなってしまったという時はお気軽にスタジオまでお電話ください。次は受付と体感の流れを説明します。入り口に QR コードがありますので読み込んでエントリーを完了してください。 QR を読み込むと LINE トーク画面に画像が送られてきますので、そちらをタップして各項目を入力して完了となります。受付の際スタッフにエントリー完了画面を提示してください。グループで予約をした場合でもエントリーは個人となります。くれぐれもご注意ください。次にご予約時の画面提示またはお名前をスタッフにお伝えください。こちらで予約の確認を行います。確認が取れたらご予約の時間に応じて番号札を手渡されます。この番号札はスタジオ利用者であることの証明になりますので、撮影中も忘れずに持ち歩いてください。また館内のルールブックも貸し出しておりますが、館内の説明動画を見終えている方には特に必要ございません。受付が終了したらコスプレイヤーさんは更衣室に移動していただくのですが、着替えが終わり準備が整いましたら撮影スタートです。では最後は体感手続きです。撮影後着替えが終わったら受付にて番号札を返却してください。有人の際はカウンターで対応しておりますが、無人の際は備え付けの返却用ボックスに入れて完了です。機材やルールブックを借りている場合はそちらも忘れずに返却するようにしてください。体感は時間枠後30分以内でお願いしております。30分過ぎてもご体感いただけない場合は延滞料金として15分ごとに500円が発生してしまうのでご注意ください。返却後延滞などがなければ体感手続きは終了です。万が一カウンターが無人でスタッフの対応が必要な場合はカウンターに設置してあります呼び出しボタンを押してお待ちください。また忘れ物などをしてしまった場合は2週間保管していますので、メールまたは公式 LINE よりお問い合わせください。道のりと入隊館の説明は以上となります。わからないときはお気軽にスタッフにお尋ねください。最後になりますが、カトレアメンバー全員のチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。以上、ギブコス5月6月公式アンバサダーのカトレアでした。せーの、ご視聴ありがとうございました。